どうも、ご契約者石倉由伸です。今回はですね、ちょっと地方に来てます。宮島、広島県の宮島に来ております。見てください。広島国際映画祭2021でね、シアターズという作品で参加してまして、ちょっと開会式とかに出てきました。それが終わって、今日オフ日なのでちょっと宮島の方に来たんですが、綺麗ね、綺麗。海沿いだからね、なかなかね、苔がね、そんなにとはいえいるんです。公衆便所のとこにいます。かわいいね、女子トイレの下に苔。今他の、あ、うわ、これいい。男子トイレのここに上苔。もうね、こっち側なんてもう海ですよ。あっちが本土、本土です。いや、あ、中入るとね、結構苔いますね。他のメンバーの後ろで歩いてるんで、この遅れを取っちゃうと石倉ちょっと遅いんじゃないかって言われちゃうんで。いや、宮島僕初めてなんですよ。高校の修学旅行の時に広島には来たんだけど、宮島は渡ったことなくて、今これ見て、観光地、鳥居が今工事中で、撮影映えゼロです。ただ僕の場合ね、こっち側の苔、鹿、鹿、鹿、かわいい鹿、かわいい鹿、苔と鹿、鹿、やっぱ2文字のものはかわいいね。鹿と苔、あと酒、酒もかわいい。ちょっと仲間どこ行っちゃったんだろう。いやー、すごいです。景色としてはね、最高ですね。今ね、この御本堂をちょっと通ってきたんですが、その出たところ、ここ見てください。琴平神社、この鳥居のね、この、まあ、お参りさせてもらうんですが、ここの苔が素晴らしいの。ほら見て、こっちなんかこれ、ほらすごいよ、灯籠とかの。で、そこですごいのがここ、かわいいでしょ。これちょっと画面チェンジしますね。画面チェンジ、よ、うん、すごいかわいい。これ多分お総売り苔なのかな。で、銀の藍苔かな。これこれ銀苔がいるのよね。銀苔が、で、こうちょっと上がるとここに地衣類もいて、
てこうなるの。すごい、なんかここだけでいろんな苔のオンパレードで、こういう細かい穴にもいるのよ。この下見て、これも水だから、水がこうやって溢れてここら辺もいるんだろうね。おっと、すげえ、ここもいるよ。梅の木苔とか、これもチー類です。うわ、圧巻だなこれ。このチー類だ、ここもすごい。ここの一つの場所だけでもずっと見てられた。下の方に行くと、タイル埋まりますね。これゼミゴケかな、ゼミゴケだろうなこれな。ここだけでもうずっと入れる。これお邪魔しました。はい、いやー、そういうことでですね、海の方とかね、すごい綺麗なんですけど、海っていうか、波打ち際でもやっぱり海とかの方にあんまりいないので、建物の隙間とか間にはこういう、最高ですよ今。ここだけでもうずっと喋ってられる。スタッフチームとかも行っちゃったんだけど、宮島から地鶏苔散歩をお送りいたしました。それじゃあまたちょっとね、眺めていきたいと思いますんで、それじゃあ。